はい、こんにちは。日本改革と靴沢です。あさって25日土曜日、凱旋やります。コモです。よかったら見物にいらしてください。時間と場所はメルマガをご確認ください。申し訳ないですけれども、メール党員さんだけに、場所と時間お知らせいたします。いっぱい来られてもちょっとお相手できないんで、ということで。有志から画像提供、最近都内で行われた反イスラエルデモと。パヨはみんな、反イスラエルですね。民主主義国家は大嫌い、パヨは。脅迫や恐喝で累計89人も逮捕者出してるですね。反社組織の関西ナムコンの旗と道路千葉っていうとこですか。千葉は労働組合、強いんですよ。なぜなら成田闘争っていうのを未だにやってますから、成田空港の建設反対ね。その絡みで労働組合、凶暴で強いんですけれども、千葉県はね。それと一緒に関西生コンがやってますね。旗何本も立ってね。反社組織なのに、今でも普通に活動してるっておかしくない？おかしくないですか？ 89 人も逮捕者出したら、普通そういう組織は潰されるよね。反社っつってね。おかしいよな。産経新聞調査。LGBT 法に反対 61.2%。自民党支持者に限れば反対 69.6%。まあ7割ですね。右も左も関係なく聞いたら6割反対で、自民党支持者に、自民党員に聞いたら7割反対で、一体何のためにやったんだって。反対理由で一番多かったのが、女性スペースの安全が守れない。79.8%。まあ8割ですよ。心が女、おっさんが、女子トイレや女子風呂に侵入すっからでしょう。これのせいで。右からも左からも嫌われてるみたいですね。これね。世論です。まあ、左の、男、左の女性も、嫌だろうし、左の男もですね、奥さんや娘が危ないってなったら嫌だろうし、世論です。そもそも男女に分けられている理由をだな。失った信用はもう戻らないね。廃止しろよ、もう。通貨賛成 8.6% って何者？本当何者なんだろうね、8.6%。公金徴収できるような連中かね、この連中はね、なんでごく少数のために大多数が犠牲にならなければいけないのか、なんで強行したの。右も左も含めて反対が6割で、自民党支持者からも7割嫌がられてて、右も左も嫌がってるっていう天下の悪法ですね、これ。いやー、大失敗でしたなー。公金徴収と天下りに、いい人ぶりたいっていう欲望のミックスジュースですね。LGBT 理解増進事業かなんか、予算7000億ついたんだって。これをですね、全国の自治体にですね、なんか事業みたいなことやれ、講演会みたいなことやれっつって、講師は派遣すっからっつって、まあ公金徴収できますね。LGBT 理解増進協会ってとこすでにありますからね。他にもポコ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 できんじゃねえの？厚労省あたりが天下りの団体作れますね。その LGBT 協会に直接天下ってもええわな。あと岸田いい人ぶりたいっていう欲求を満たせますね。フェンスが作られた理由がわかるまでそれを撤去してはならない。どこの国のことわざだったか、覚えてませんけれども、こういうことわざありますよ。トイレや風呂が男女に分かれてるのは理由があっからでしょ。そんなことも岸田には分かんないのかな。本当にバカだな。綺麗事吹き込まれていい人ぶりたいっていう欲求に負けたんでしょうかね。いい人ぶりたいっていうのは実は生存本能だそうであります。法律も警察もない時代、ホラー穴に住んでたような時代が長かったもんですから、それの時に人間の脳みそはできたと、言われてまして、所属する組織からっていうか周囲からこいつ悪人やなって思われたら殺されるからね。法律も警察もないんだから。なので命に関わる、
いい人ぶりたい欲求はものすごい強いそうであります。寝る暇削ってですね、 SNS で自分の評判確認するのもそのせいだな。だがいい人ぶりたいで実利を捨てるのは愚かですよね。いい人ぶってね、あの移民受け入れた欧州みんなめちゃくちゃになってるからね。街はゴミだらけ、パリもロンドンもゴミだらけ、強姦発生率増えちゃってみたいな。価格高騰対策でガソリン税を一時引き下げるトリガー条項、発動条件はとっくに満たしてたのにガン無視決め込んで相変わらず消費税と二重課税してるんですけれども、みんみん玉木、トリガー条項を発動してくれるなら予算案に賛成すると。これは玉木をみんみんを支持してんのはですね、労働組合ですかね。電力とか自動車とかね、その辺ガソリン下がってくれたら嬉しいんだよね。そういうとこが応援してっから、まあ勢い、民民もトリガートリガー言うわな。岸田総理、トリガー条項発動検討を萩生田政調会長に指示、支持率低下に値上げたんでしょうかね。これね、世論です。1年遅い、今まで何してたんだ、いつもの検討チラチラ、絶対やらないぞ。国民からあれこれ叩かれないと何もやらないのな、騙されるな、検討だけだぞ。相当追い込まれてんだな。国会動画見ましたが、玉木にしつこく質問されて、しゃーなしんですね、検討しますって言った感じだったんですよね。つまりその場のあれ、検討した結果やらなそうなんだよな。それでがっかりしてまた支持率下がりそうですね。来月にはですね、 10% 台突入かな。久しぶりの支持率一桁っていうのを見してくれと。政府与党内では凍結解除に慎重論が根強く、先行きは不透明って書いてあるんだけど、まあ政府は財務省だろうな、嫌がって、死んでも減税嫌だもんな、財務省。与党内の慎重派って誰なのよ。そこも報道してくんなきゃダメじゃないの。今はSNS で個別に攻撃できんだからさ、そういうたわけた議員、おさ、自民党か公明党か知んないですけど、まあ与党ですから。22日衆院予算委員会、尖閣諸島周辺の排他的経済水域に中共が勝手に設置したスパイ部位について岸田総理、撤去も含め検討すると、世論です。公明党が反対するんじゃね、俺なら山口が中国から戻ってくる前に撤去する、検討士は健在だな、次は検討加速かな、検討ばっかりだから愛想つかされてるのにまだそれがわからないとは、検討の切れ味は鋭い。こういうのは検討だけ、増税は即決と。まあこれも検討だけでしょうね。話聞くふりと、その場逃れのですね、検討するだけで総理にのし上がった男だし、今更やり方変えないわな。俺はこれで成功したんだ、つってですね。まあ話は聞いても理解してないですけどね。理解してたらこんなバカなはずないもんね。その他のニュース。日本医師会が岸田総理に1400万円。武見厚労大臣に1100万円献金したことについて維新が国会質問。総理、献金によって政策が変わることはない。信じられっか、そんなのってですね。だったら医師会は全くの無駄金使ったことになるじゃん。全くの善意で献金してる。そんなのね、医師会に入って会費払ってる医者がおごるでしょ。何の効果もない無駄金使ったの。俺らの金何に使ってくれてるの。だから政策が献金で変わりますよ。出なきゃおかしいもん。年金支払い期間が現行の40年から45年に延長された場合、負担額合計は約800万円から900万円に100万円増えるが、支給額は別に変わんない純粋なただの増税と判明。よってですね、岸田はまだ増税してないのにっていうのは大嘘であります。大増税、しやがった。クルド人解体屋がなぜ安いかを解体業の日本人が解説。不法投棄で節約、安全基準守らず節約、まあこういう場合に作るんだよっていう必要な足場とかを省略する。難民申請中の不法滞在者は社会保険料会社が負担しなくていい、そもそも社会保険に入ってねえ、運転免許持ってるかどうかも
怪しい。会社が運転免許取ってこいっつって、送り出すこともない。だから安く上がると。IN 事業について杉田水脈さんが公金中中と表したことについて法務局、杉田さんに事情も状況も聞かず一方的に人権侵害と認定していた。杉田さんの人権を法務局が侵害していた。これ差別じゃないの？杉田だから、杉田差別じゃないの？杉田さんは法務局をですね、人権侵害で訴えてもいいんじゃないのかな、これ。G20 でプーチン、この悲しい戦争を終わらせたいと演説し、お前のせいだろ。一度失笑。アメリカで行われたアニメイベントにですね、FBI が出展。職員がスパイファミリーのコスプレをしてしまう。FBI にイメージアップって必要なの？同イベントに米軍も出展。米軍の兵士募集ポスターも、自衛隊みたいにアニメの絵にそのうちなっちゃうんだろうか。すごいなーっていう話なんですけどもね。というわけで、メール党員さん、あさっての凱旋、よかったら見物にいらしてください。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。